はいどうもバイス TV です。今日はですね、僕上尾に行ってずっと気になってたルーパン、それとオートパーラー上尾行ってエスパに行って、で夜ご飯をニャンニャンで食べるっていうね、上尾大満喫ツアーっていうのをやろうと思ってたんですけど、あまりにも暑くて、今ここはねわらびなんですけど、上尾断念します。夏の間やっぱ厳しいね。今度車で行こうと思います。で今日はね、だから僕サブちゃんがあればサブちゃんにあげるような ネタなんですけども、わらびにもルーパンがあるんで、とりあえずルーパンだけ行ってみようかなと、そういったわけですね。あ、ちょっと今なんか重いと思ったら電源入ってなかった。でもほんと無理しない方がいいですね。もう暑すぎです。今多分36、7度あるんじゃないでしょうか。もうここまで来ただけでもすごいと思う。もうほんと汗だくです。あ、ここ右だね。この辺でしたっけ。もう死にそう、マジ。あった、誰も誘わなくて。いや、果たしてルーパンどんな感じなんでしょうか。あ、ありました、ありました。自転車どこ止めようかな。あったあった。僕ね、ルーパン実はね過去2回チャレンジして2回臨時休業を食らってるんですよ。1回目はわらび店かな、で2回目は揚げ置き空いてるだろうと思って行ったらやってなかったんですよね。もうありえないですよね。で今回ついにですよ、超楽しみ。